で最初はグー、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。グーとパ、グーとパ。はい、どうもこんにちは。こんにちは。今回の動画は、さっちゃんが、パルタマに遊びに来てくれたということで、はい、で、ゆりちゃん、さっちゃん、で、ヒロ、川又で、ペアマッチの8ボールですね、JCL ルールの8ボール、はい、あのね、これいつですか覚えてる、いつでしょう、ちょっと寒そうな感じはするよね、ちょっとだけね、長袖だなみたいな、そうだよね、長袖で腕まくってるよね、ちょっと以前ひろたま新年会って2月にやったやつを9月に公開 しましたけど、それの後、もちろんそれの後で ね、それのちょっと後で、そうかあれなんですよ、4月の第1週の日曜日、これ季節杯スプリングカップが開催されてる日なんですよ。あ、そうなんだ。で、俺たちはスプリングカップ出ないで、こういうことやってたんですね。そうかそうか。狂った FBC 戦とかに出てた時期もあったけど、なんかそれを一通りやって、世の中の切なさにあって、もう一回ちょっと戻ってきたというか、戻ってきたな、ちょっと公式戦とかやってる場合じゃねえなっていう。いやー、足んないよ。足んないよ。加減と量もできないよ。そっか、私は全身。そっか、やってはいるけど、そんなまだあれだよね。そうなんだよね。で、さっちゃん。さっちゃんはそれこそ、いいところやってないから。さっちゃん、そうか、やってないの。やってない、やってない。順番に取ってる。なんでエイトしたんだろう。なんかさっちゃんかわさくね。そうなんだよ。そうさっちゃんが別にいいですよって言ってくれて、そういう感じ。多分ね、他3人がエイトボールやりたいみたいな空気感を出しちゃった。あ、だからゆりちゃんは JCL を始めて半年、いやもっと経ってんのか。そっか、去年の夏ぐらいからでしょ。セーフティーを考えて。あ、なるほど。で、俺たち、いや、なんでエイトだと思ってたのかな。まあ、俺はほらエイト好きだから。そうで、川端さんはもともと JPA でね、エイトやってて、でそれに巻き込まれた格好なのかな。そういうことかな。でね、4月の第1週ってことは、我々、イルマの、ブラックボールに今毎週のように通ってますけど、最初に行ったのいつだか覚えてる？最初に行ったの？あれですゴールデンウィークとかじゃないの？あ、そう、ないね、4月の第2週なんですよ。あ、2週なんだ。そう。これを言いたかったんだ。で、これの、次の週、あ、次の週なんですよ。あ、じゃあそれでやりたくなったんじゃないの？違うの？ちょ、行くから。いや、行くってことが、行くってことすら決まってない。あ、そうなんだ。そう。あれ、そんな直線だったっけ。そう、直線。へぇ、あのね、ちょっとひろたま調べで、調べたんですけど、行くの決まったのが、その週の水曜日なんですよ。だからこの時点ではまだそのイルマのブラックボールっていう存在自体知らなかった時です。あ、あれか、はい、私が多分ツイッターも X か X でちょっとなんかあるなみたいなのは見てたけど、あ、そうまさかよもや行くとは思ってないってやつだね。行くとは思ってない状態の時です、そうだそうだ。で、
そっか、川本さんが行こうよって言ってくれて、そう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 、それでまあ今となっては人生大きく変わる、ね、今ビートボールしかやってないけど、変わる前ですね、これはね。やばい、なんか頑張って手で切ってるけど、そうだね、難しかったね、申し訳ない。8に出ろ、完璧に8に出してくれてるからね。なんで、あの、いる、あの、もうゆりちゃんにとってはいるま市すら知らない、知らない、絶対知らない。埼玉にいるま市というのがあること自体まだ知らない状況で、まあ、今やあの結構ブラックボールでもほぼ8ボールしかしてない我々ですが、もう何にも知らない頃、あの、まあ俺なんかはまあにわかにあの知ってて、まだ全然ナインボールが主流でやってる時ですね。ローハイローハイだ。だからね、まあ、見てても歯がゆい、なんでそれ行くの、何やってんのって、うんうんうん、これだ、福田さんに見せたら玄関ガンガン怒られるやつってかね、さちゃんすげえな、さっきからこれはロー確定の時ですよね。あ、さっき私が入れたからね。そうそう、それで確定して、そうそうそう、で出てなかったんだけど頑張って入れてくれたんだよね。これは出てるんですかね。これはね、あ、4番に綺麗にいいんじゃないですか。届かなくね。そうね、届かないのか。あ、ここ届かないのか。届かないんじゃないかな。あ、そっかそっか。あ、だったら7番行こうかなっていうところが。7番引いて、3、おい。ちょっとっていうか、大丈夫です。3か6かだけど3いきますね。あ、うまいね、当てて、得意の当て出しですね。で、これで4、6か、か6、4かで悩んでるところですね。6いきそうですね。あ、6いきそう、6いきそうですね。切り返しますか。切り返さなくても、まあでも切り返したいね、ちょっとね、近づけたいですね。と、まあ、はいはいはい、いいんじゃないですかさあ残り1球だから、ハンデとかね、そうそうそう、もちろんない、普通にやってる、普通にやってるから、おお、入れるんだね、やっぱね。いや、ちょっとないんじゃない。いや、あるでしょ実際。左下んあるよね、左下コーナー、左下コーナー行くよね。まあ、ね、行きどころですけどね。さっちゃんもね、大概シュートがいいからね。うわー、当たっちゃってさ。さっきと同じ展開ですね。フェスティバルタイム。フェスティバルタイムですね。そっかそっか。何でもいけるね。うん、あ、そんな気が、そうか、川本さんついてるから考え方とかはね、そうなんだよ、そうなんだよ、うんうんうん、本当川本さんもエイトボールもね、12人に行かれてる、ただ言うこと聞かない人いるので、ね、それが問題だよね。15でいい、じゃあ13入れて、ちょっとギャップ入れて、15に出そうとして抜いたやつで、しっかり8番に、おーわーって、おめえだよ。一球で回ってくると思わなかった。がっかりしてる。やばい。さあ、ブレイクドローイングで、だいぶ回ってきましたね。から15いって、これは9いきたいね。
これでここに。あ、12。これで、12今行かないよね、絶対。これで、直で、直で。こんなまっすぐな球入れて、ちょっと引く、ちょっと引く、ちょっとってか、まあ、ひだまで。そうなんだよね。どうするもういきなり保険を使っちゃうってことでしょ。当てれる、当てれる球がなくなっちゃうってことか。まあいいんだよ。今球行くともう当てられなくなっちゃうから、あの塊に。ああそういうことか。ちょっと振りを作りに行って、ああなるほど、ここで当てたいんだけど、ちょっとちょっと振りがないか、ちょっと熱いんだね。ああはいはいはい、今でいうディベロップですね。そうそうそう。さあ川さん、これディベロップ行くならちょっと逆入れないといけないの。頑張って、ああ頑張って、ああああああ、しかも出ましたね。この頃からよく入れるんだね。もうだって半年、ん？あでもそ半年以上前か。はい、前まあ、ちょうど半年前ぐらい。これは大丈夫っていうぐらいだからね。いや入れるとは言ってない。これは大野さんのやつだね。さあ入れとは言ってません。なんでそんな強く出たんだろう。面白いね。面白いね。誰だろうね、あれね。すごい。絶対もセーフティーじゃん。セーフティーだと思うんだけど。まあそうなんだよ、まあ、そういうことだよね。だからね、そうそう、あそこさめっちゃ固まってるからさ、そうそうそう、入れても、そう入れたところでどうしようもないから、セーフティーをっていうのがね、やっぱ違う。まあ今でいう、今だったら定石だけどね。まあでも、あのね、9と8は戦い方全然違うからね。なんかその中間にいるととりあえず入れていくかみたいな感じになっちゃうもんね。まあでもここは考えてるみたいですよ。入れ物を狙えないから、続く残す、崩しつつ、崩しつつ残す。あ、これがノークッションギリギリに届かなかったですね。やべ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 、それ。はい、やったな。いやいや、全然難しい。あー、川端さん、全然祭りですね。祭りじゃねえよ。前が9から行かないの。え、9ないか。9ないの。全然祭りじゃねえよ。結構塊がまだトン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 じゃねえよ、おめえ。この人ね、ちょっと面白い。8でフリーボールだと、もうか、もう祭りなんですよ。危ない。10になった、10になった。10で、ちょっと引く10でちょっと引く。かやらしそうやんな。なんかでもやらかしてないかも。ないでしょ。11多分見えてないか。13、中途のない13に当てるしかないやつだね。で、むずく、ボスって感じかな。クラスターが、ね、崩しながら、ああいいんじゃないですか。ああいいんじゃないですか。これはこれ11しか当てられない。9が11の上、9番、9番か。9、11と並んでるのか。これ9を最後に、あ、行きましたね。で、加減がダメで、93が見えなく、ある。あるんだ。あるんだ。すごい奇跡。あったのかな。やばいよ、そこはやばいよ。やばいよ。おめえだよ。おめえだよ。いや、まずいよ。まずいね。まずいね、確かにね。綺麗に。
まあ、何でもいいよね。ここがどうなってるかな。そうなんだよ、ここなんだよね。だから結局4号がきつい、きついっていうか4のシュートが、まあ4から行くよね、あれね。今5に出す、今4に出すのがいいのかなっていうのを考えてるかな。これ今7いったら終わるからね。そうだね。6でちょっと前に出して、できれば4番左振りにしましたね。完璧ですね。これがちょっとつきづらくなっちゃって、なんなら3番っていうのもあるんじゃない。3番先あるんじゃない。3いっちゃうか。あ、3いっちゃうんだ。あ、さすがですね。はい、3いって、でちょっと振りすぎだけど、まあ頑張れますね。で、あ、7行くんだ。セーフティーかな。あ、セーフティーですね。あ、ここは冷静ですね。いや、うまいね。いや、いいね。そうだね。ちょっと自分たちも難しいけど。いや、まあ、まあ、そうだけど。なんかね、カフェアリさんで4とこ行く。いや、俺ら的には右側の1ポイント以内か、カットオフするか。あそこでいいの。ということで、一番右側について、あぶねー。あれ角の方までですよ。ラインが読んでね。これは7は行かない方がいいもんね。5番行きますか。もう行くふりして、まあでも8番レールでしたね。これはここね。9を入れて11を入れて、川松さん、あ、そうそう、逆入れて、俺のリクエストした通りのところに出ましたが、ここでいい。ここはダメです。ここ一番ダメなんですね。そっち通りだね。まあ、そこには出ないから、行かないのは理解してる。あ、いや、穴振りとかやめてほしいな。そういうのやるとね、こうなるんですね。そこになりました。そこになりましたね。穴振れないや、振れなかったやつですね。ゆりちゃん爆笑してるな。宣言通りすぎて川さん困ってるよね。もうカーブで行くしかないよね。カーブで行って、あ、当たった、当たった、当たった。7に当たった。7に当たった。何当たった。なんだよ。いやー、いけるかな。さあ、この3球むずいけど頑張りたいよね。4から行く、まあ4から行くかな。4、5、7で東京に会いでくれれば5から7に。あ、違うな。5、7 5、え、違うな。4、7、5 4、7、5か。だけど入りたかったね。惜しい、惜しい。これはダメだ。そうか、あれだ、ダメだ。コールだ。そう、そこでコールしてません。はい、後半に続きます。